こんにちは。日本学術書道会の田村貴団です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は小白古道不可思です。白は常緑樹のこの手ヶ島のこと、したがって小白とは石堅固の例えとして用いられる。それでは今から小白古道不可思を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。